じゃあ、お願いします。まあオリンピックの話なんだけどさ、はい、やっぱメンバー選考ってすごく盛り上がると思うんだよ、はい、いろんな人がああこういうチームだったらいいなとか、はい、いろいろ想像を巡らせると思うんだよな、はいはい、当然あっちゃんも考えてるはずなんだよ、はい、あこういうメンバーが入るのかなっていうような、はい、で現時点ですね、まあとりあえず現時点でどういう選手を選び、分かりました、そのポジション、はい、まあ DH ちょっと抜いてるけど、はい、ちょっと選んでみました。分かりましたね、はい、楽しみです。見たい見たい、これ見たい見たい、はい、ものすごく見たい見たい、よし、じゃあこうなります。見えない、見えない、はい、ふふんってなんだよ。まずピッチャーからいこうか。誰いる候補？まあ山本とか、はい、まあ菅野もいるよね、はい、まあそういうところからいろんな経験、はい、でまあ対戦相手が外国人じゃない、はい、それに一番分かってるピッチャー、うん、というところでマー君なんだ。まあまあそうやって言われると納得ですよね。だからまあ例えば、はい、今の状態っていうのは絶好調じゃないと思うんだよ。まあまあ、これからもうちょっと上がっていくと思うんだよ、はい、彼本来の投球にね、うん、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、マー君がいい、やっぱりいいかなっていう、うん、あの低めの制球と多彩なピッチング、はい、そういうことを考えるとマー君しかいないかなっていう。まあもう分かります、それは分かるでしょ、はい、分かります、ね、で山本がやっぱ今年ちょっと悪いな、はい、まだね、まっすぐの走りもちょっと悪いしね、はいはいはい、だからそういう意味ではマー君かなっていう。で受けるキャッチャー、はい、甲斐、はい、今年はバッティングもちょっと一味違うよ。まあ打順も6番とかになってますしね、うん、で3割もキープしてるしさ、はい、だからそういう意味では勝負強さも加味して、まあ、甲斐かなという、うん、まあ梅野も考えたんだけど、ストッピングっていう意味では両方うまいんだよ。うまいです、ね、ものすごくね、はい、だけどまあパ・リーグ同士で知ってるかなというところで、うん、まあ、甲斐を持ってきた、はい、ね、でファースト、はい、浅村、うん、まあまあね、候補はもう打つバッターたくさんいますけどセカンドじゃなくてファーストね。まあセカンドは絶好調男がいるから、まあまあね、今の時点で、はい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 、それも結構ねこう考えたら 1,2 番というところで少しちょっと悩んだんだよね、うんうん、まあ浅村4番ということで外せない。俺は浅村を4番で使おうと思って、うん、やっぱショートは坂本もちろん、まあ候補で源田というね、うん、いるいますよね。いやだけど俺は坂本はリーダーシップを取れる男だと思うし、だからやっぱ坂本を置きたいよね、ショートとすればもう日本を代表するショートだからさ。まあそうですね、まあここらは外せないかなっていうところで打順は2番、やっぱこうジャイアンツでも2番打ってるし、はい、慣れたポジションの方がいいかなっていうようなところで、で何でもやってくれるからさ坂本って。そうですね、バントもそうだし右打ちもそうだし、はいはい、だからそういった意味ではやっぱ坂本2番に置きたいなという、うん、でセカンドは菊池、まあ調子いいですからね、今年はいいよ、いいでね、やっぱこう二遊間で大切なことはやっぱ守備力っていうことも感じた、まあまあ、まあ、例えば最初に打つ人山田哲人を使って守備固めっていうのもったいない、うん、それはあります、うん、だからそういう意味ではそのホームランを打てるバッターがたくさんいるからさ、まあ菊池でセンターラインは固めたいという、うん、ことを思って菊池にしといた。ほんでここにこれルーキー佐藤が入ってるんですか。まあサードはまあその前にあの村上ね、すいません村上、はい、村上ね、まあまあセ・リーグを代表するバッター、そうそうそう、まあホームランも打点も、うん、まあ全てね今年もまあ状態がいいですから、うん、だから5番に置きたいなという。サードで置きたい、うん、まあ、浅村とちょっとどっちがいいかなと思ったけど、やっぱ浅村は右方向しかやってないから今、うん、セカンドとかファーストとか、はい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 、だから打球のその質とかねいろいろ考えると浅村ファーストで村上サードもやってるしファーストもやってるし、だからそういう意味ではその村上の方が、まあ、サードはいいかなっていうふうに思うね、うん、でレフト佐藤、うん、思い切りましたね。なんで、まあ外野でねいろんな選手いますけどやっぱりそれほど魅力があると、
まあ、魅力はあるし、まあ、例えばさオープン戦一回りするまで彼ってやっぱ打ったよね。打ちました。初見でも打てるということだよ。そうですね。それを証明した、うん、それと外国人だったら特にわけ分かってない、うん、佐藤の攻め方なんて、うん、でアウトコース中心に攻めてくる、はい、あんまり懐っていうのはあんまり攻めてこない、はいね、外の出し入れだとか、はい、まあ、変化球だとか、はい、チェンジアップだとか、まあ、そういうのを使ってくるよね、うん、外のボールが来たらカモにするよ、うん、で横浜スタジアムを使うって言ったらさ、うん、簡単に入れるよ。まあね、なんか納得いってないみたいな。いやいやいや、マーケット、あのそれだけやっぱ選手が、まあ、どう組んでもねいい選手がばっかりやから、うん、ただ佐藤に期待したいことは、まあ、今の現時点で2割5分ちょっとか、はい、ね、まあ、だけどホームラン、打点、恥ずかしい成績は残してないし、もちろん彼の、功績もあって阪神が首位にいるということを考えるとさ、はいはい、やっぱりすごく存在感は無視はできないなっていうふうに思う、はいはい、で柳田センター、あ、柳田がセンターだな、これな、柳田7って書いてあるセンター、うん、柳田、はい、やっぱ日本を代表するバッターだよ、ね、これは外せない、これは外せない、外せないでね、またそういう大会になってきてくれる大会になったら必然的にやってくれる選手だよ、まあ、期待できますよね、期待できるよね、うん、だからそういった意味ではもうセンターで、うん、まあ佐藤のところちょっと戻るけどさ、はい、吉田もいいんだよ、わかります、吉田も入れたいんだけど将来的な魅力を考えた時に佐藤、佐藤かなっていうふうに、ん、でライトが、鈴木誠也、鈴木、はい、まあ、プレミア12でね、はいはい、日本の4番というふうに言われたけど、うん、はい、今広島で3番打ってるしね、はい、でまあ、4番ではないなという、うん、やっぱ浅村の方がやっぱこう柔軟性があるかなっていうふうなことを考えて、まあ、ちょっと鈴木を6番に置きました、うん、ね、だから1番セカンド菊池、うん、2番ショート坂本、3番センター、これ直すか、3番センター柳田で、4番ファースト浅村、お、はい、で5番サード村上、はい、6番ライト鈴木、はい、で7番レフト佐藤、はい、で8番キャッチャー甲斐、うん、で9番ピッチャー田中将大、まあすごいメンバーですね、改めて見たら、いやいや、まあすごいよな、うん、すごいです。ここでちょっと物足りないのは、まあ、足を使うっていう面に関しては少し物足りなさはあるよね、はいはいはい、うん、まあそれはダイソーに、まあ、周東だったりだとかさ、まあ和田、はい、で並木、まあ面白いところで一人枠使うんですか、そこで、いやいや、まあ例えばの話さ、例えばね、はいはい、うん、あの足もやっぱこう将来的には日本を代表するような足のスペシャリストになってきそうだしさ、まあその周東とかね、増田っていう今までのね、うん、あのすごいスペシャリストがいますけど、うん、あのヤクルトの並木の足も強烈ですね、うん、いや強烈、強烈、久々にスタートしてからトップに入るまでの速さ、はあ、半端じゃない、こう格強さ強烈でしたね。この前さ、はい、阪神戦で、はい、ダイソーに出たんだけど走れなかったんだよ、スタート切れなかったんだよ。あれは僕もちょっと言ってほしかったなあ、はい、あれは、あ、だからサインが出てたんであればですよ。いや俺はあそこで並木を使ったらそれしかない、ないんですよ、ないんだよ。だからまあだからメンバーから外すよ。わかりました外すけど、はい、だけどまあどうやこれ見て、いやそれはもうね、この辺はもう王道ですよね。だ今名前が出たメンバーと迷うけどっていうか、あとはまあ打順の組み方、ちょっと本当に、まあ、シーズン中とは違ったところを守る選手もいますけど、うん、まあまあ妥当やなと思いますね。なんか妥当だなって、お前つまんないって言ってんのと一緒だよ。だからそんなに、だから豊さんも本当にジャパンのコーチを経験されてたんでね、突拍子もないことはしないじゃないですか。まあまあ、ただね、俺阪神の近本が本当に調子が良くなってきたらやっぱ一番に置きたいよ。わかりますよ。なぜかというとやっぱもう足が確実に使えるもん。だからまあ今はねちょっと打率が上がってこないけど、うん、まあ間に合えばね、
これは一番近本っていう、まあ、ここ現実的で、あの阪神からそのベースナインとかがね、うん、あんまり出ないの野手で、うん、だからまあそういうふうにね、今も近本や佐藤というふうなね、うん、ところが出てくるっていうことは、まあまあやっぱり阪神は喜んでるんじゃないですか。やっぱ阪神気になるんだね。いや、そう、まあそうでもないですけどね。まあまあこういうメンバーに決まりました。はい、はい、